J ・ハワードは、ルイジアナ州、ザカリー出身のアメリカンフットボール選手。NFL のカンザスシティチーフスでプレーした。ポジションは、ディフェンシブエンド。高校時代は、ディフェンシブエンドと、ラインバッカーでプレーした。フロリダ大学に進学し、2007年は、レッドシャツで過ごした。2008年は9試合に出場し、8タックル、1.5、サックを挙げた。 同年のアラバマ大学とのサウスイースタンカンファレンス選手権では2タックルを挙げた。2009年は先発4試合を含む12試合に出場し29タックル1.5サックを挙げた。同年のアラバマ大学とのカンファレンス選手権では10タックルを挙げた。2010年はディフェンシブエンドディフェンシブタックルとして先発8試合を含む11試合に出場。 29タックル、2.5サックを挙げた。2011年には、全13試合にディフェンシブタックルとして、先発出場、65タックル、5.5サックにファンブルリカバー、ケンタッキー大学戦では、ファンブルリカバータッチダウンを挙げた。大学4年間で、先発25試合を含む45試合に出場し、2011年に、ディフェンスのキャプテンを務めた。 シーズン終了後はシニアボールに出場している。NFL スカウトコンバインでは体重300ポンド以上のディフェンシブラインマンとしては40ヤード走でタンク・ジョンソン、ルイス・カスティーヨに次ぐ歴代3位となる4.82秒の成績を残した。2012年の NFL ドラフトではフロリダ大学の選手としては同年で最初の4巡114位で シアトルシーホークスに指名された。同年11月11日のニューヨークジェッツ戦で初出場。レギュラーシーズンは2試合に出場。プレーオフ2試合ではインアクティブであった。2013年シーズン開幕前にシーホークスからウェーバーされ、9月1日にカンザスシティチーフスと契約を結んだ。2015年は14試合に先発出場し、5.5サックを挙げた。 2016年3月9日、2年1200万ドルで2017年まで契約を延長した。この年は8試合に出場、第9週の試合で全部を負傷、以後出場することなく、12月1日に故障者リスト入りした。2017年4月22日、チーフスから解雇された。同年5月4日、シカゴベアーズと1年77万5000ドルで契約を結んだ。 前年はチーフスから600万ドルを受け取っていた9月2日に解雇された。特にランストップに優れた能力を発揮した。ありがとうございます。